ウエスト出版チャンネルのパーソナリティを務める今井沙和です。今日と明日は人生100年時代を体からアプローチする300年のベストセラー健康本養生君の知恵をテーマにお届けしたいと思います。そこで本日はスペシャルゲストをお呼びしています。わがまま養生君の著者の鈴木陽平さんと編集者の水原さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鈴木陽平さんは薬剤師であり、薬日本堂漢方スクールの講師でいらっしゃいます。そして、日本漢方養生学協会理事長でいらっしゃいます。東北医科薬科大学を卒業後、薬日本堂株式会社に入社。以来、漢方専門相談員として、店舗運営、臨床研経験した後、社員教育や広報販促、そして調剤などに携わっておられます。漢方養生生活を身近にという理念を掲げ、漢方スクールの講師として、セミナーや講演活動をする一方で、雑誌や本の監修、また皆さんもお飲みになったことがあるかもしれませんが、日本コカ・コーラ社の体めぐり茶などの、商品の開発協力にもですね、ご活躍されていらっしゃいます。また、漢方養生指導士を育成して、漢方養生を広めて浸透させていく活動もなさっています。そんな、鈴木さんの本を作られた、編集者の水原さんにまずお伺いしたいんですけれども、こちらの著書、わがまま養生くんが生まれるきっかけは何だったんですか？はい。私は自然療法の専門誌で、取材執筆を長くやっていたんですけれども、鈴木先生がいらっしゃる薬日本堂さんにも何度か取材する機会があったんですね。で、ただ私自身自然療法の取材をしているにもかかわらず、30代から40代の前半までは自分の健康にかなり無頓着だったんです。しかし40代後半になると慢性疲労と老化が深刻化し始めて、このままではいけないと真剣に考えるようになりました。そこで思い出したのが、取材でお世話になった薬日本堂さんなんですね。で、ちょうど仕事でも専門的な知識が必要になって、薬日本堂漢方スクールで学ぶことにしたんですね。生徒さんとして実際に学ばれたっていうことですか？そうなんです。ちゃんと資格もいただくまで試験も受けて、かなり勉強しました。はい。で、その時に講師だったのが鈴木先生なんですね。で、漢方や養生という一見地味なジャンルに見えるんですけれども、非常にエキサイティングな講義で、すっかりハマってしまったんですね。で、そこで先生が時々触れていらっしゃったのが、江戸時代に書かれた養生訓だったんです。で、まあ、古色蒼然とした、まあ、古い本という印象だった本なんですが、鈴木先生によって何か生き生きとした知恵に感じられたんですね。で、そして講義で進められていた養生訓の解説本を購入したんですが、まあ、ちょっと難しいと。それでいつか鈴木先生を著者に立てて、養生訓の本を作ったら面白いんじゃないかなと企画を温めた数年後、機会を得て、まあ、今年書籍化の運びとなったわけです。そうなんですね。そうすると、水原さんの経験と血肉と、こう、受けたエキサイティングな気持ちとか、そういったものがすべて詰まっているというような形なんですね。そうですね。すべてを込めました。ありがとうございます。ところで、鈴木さんは漢方養生指導士育成コースの初級、中級、上級で講師をされていらっしゃるんですよね。そうです。はい。漢方の理論を学んで、養生を実践して、指導できる人を育てているような感じです。ありがとうございます。実は私、今初めて養生訓という本について知ったんですけれども、こちらの今回のわがまま養生訓というのはどんな本になりますか？はい。これはですね、江戸時代のベストセラー本の養生訓という本に知恵を借りた本になります。食生活から気持ちの持ちようまで現代人に伝わりやすいように、そこに漢方の考え方の視点も加えて私なりに解説した本になります。まあ、40代、50代、ね、仕事を、まあ、最高にこう、油が乗って、まあ、しかも、こう、家族だ、子供だ、いろんなものにお金がかかる、
時期、ね、めっしゃ気合を入れて働かなきゃっていう時期だと思うんですけども、まあ、体調がどんどんこう下り坂にこうなってくるっていうのが、皆さんの体感かと思います。まあ、こういった人生の最高潮を迎えた時期だからこそ、まあ、これからの後半戦に向けた生活習慣を見直しましょうと提案する本になります。養生君は江戸時代のベストセラー本だったんですね。そうなんですよ。で、これはですね、はい、実際、時代的には300年前に貝原越見という人が書いた本になります。はい。で、この貝原越見がですね、なかなかこう、読みづらい本を庶民に向けて、旅下げちゃダメだよとか、無理するとダメだよとか、ね、欲張っちゃダメだよとか、すごいこう分かりやすい言葉で、まとめた本だったんで、たちまちこうベストセラーになった本になっています。で、これが今、令和になった今も、書店に置いているぐらい、売れてる本になってるんですね。はい、で、この江戸時代っていうのは、平均年齢、平均寿命が40から50歳という時代だったんですけども、この著書である貝原越見っていうのは、85歳まで、現役だったというふうにこう言われています。ちなみにこのベースにした養生訓というのは、越見が83歳の時に出版した本になっていきます。で、越見が、まあ、最後までボケずに、寝たきりもならずに、最後まで現役だったっていうことを考えると、まあ、人生100年時代って言われている今、非常に参考になるではないかと思っています。すごい、江戸時代の人の平均の倍以上生きた人がその時に書いた本ということで、本当に実践的というか、あ、本当にそうなれるんだなっていう感じがしますね。そうですね。すごい説得力があると思います。はい。で、ちなみに養生というのは、こうしっかり食べてたっぷり睡眠をとるなんていうイメージがあるんですけれど、うん、そんな感じでしょうか？そうですね。はい。もちろん、そういうことっていうのはとても重要なことなんですけども、しっかり休息を取るだけではなくて、まあ、しっかり仕事をして体を動かすっていうことも大切なことなんです。しかも、食べ過ぎない。ね、内臓に隙間を与えるっていうのが非常に重要なことになっていきます。まあ、越見がしばしば言及していることっていうのは、まあ、気を浪費しないことなんです。そのためにも何事もバランスよく行うことが非常に重要になります。ありがとうございます。そういえばちょうど今ファスティングとかでこう12時間とか10時間空けて、うん、やるとすごく調子が良くなるよなんていう健康法を聞いたりやったことがあったりするんですけども、うん、江戸時代からそんな最先端のことを越見さんはおっしゃってたんですね。そうですね。はい。その通りで本当にこうバランスをとって、もう当たり前のことをもう本当にこう当たり前に庶民に分かりやすくまとめた本なので、非常に生活の役に立つかと思いますよ。で、先ほど、越見さんがしばしばおっしゃってるのが、気を浪費しないことということだったんですけど、気っていう言葉はよくこう使うんですけど、実際にこうあるものなんですか？うん。はい。まあ、実際使う言葉としては、気を使うとか、気が張るとか、気が散るとか、まあ、寒気とか、雰囲気とか、ね、気に関する言葉っていうのは非常に多くて、昔の日本人はいつも気を気に意識していたのかもしれないですね。で、漢方では一言で気を表すと、まあ私たちが普段使っている元気っていう言葉に集約されると思います。はい。元気って漢方の用語なんですね。そうなんですか？それは知らなかったです。はい。で、普通にもう使ってるような感じなんですけども、で、具体的にはですね、両親からそもそももらった元気、まあ、エネルギーですね。エネルギーと、で私たちが日々呼吸をすることと食べることで作り出していく後天の気っていう部分があって、その元気がこう合算して私たちのまあパワーに変わっていくっていうふうに考えていきます。で、こういった目に見えない元気、エネルギーをとてもこう大切に考えているのがこう漢方の特徴であるっていうふうにこう考えることができると思います。ありがとうございます。なんか、私の中で漢方というと、昔 CM で見たからかもしれないんですけど、なんかこういう、ローラーみたいなね、ゴリ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 みたいな、そんなイメージがあるんですけど、そんな漢方薬のイメージで大丈夫でしょうか？
そうですね。漢方イコール漢方薬っていう形のイメージの方はすごい多いと思うんですけども、実はすごい広い概念でして、医学、薬学、養生学。これが中国の自然哲学にこう基づいてるんですけども、それが日本に渡って独自に発展した日本における伝統医療というふうに考えることができるんですね。で、中国古来の自然哲学っていうのは何かっていうと、まあ聞いたことがあるかもしれません。陰陽五行の思想っていう形で、ちょっとこう難しく感じる方もいらっしゃると思いますけど、まあ簡単に言ったら、自然に逆らわずに日々の生活の知恵である養生っていうのをしっかりこう学んで、自然のサイクルをね、うまく考えて生活しましょうということになっていきます。そうなんですね。実は私、三名学っていうものを勉強して、そこでも木火土金水っていう五行が出てきたりですとか、やっぱりそこでも大事な考え方っていうのが、中庸、まあ、何事もバランスよくっていうのが考え方としてベースであるので、あ、中国の古来の哲学が本当に詰まってるんだなと今感じました。はい。まさにその通りで、東洋思想っていうのは全ても自然と共にこう生活する。で、それが陰陽であり、木火土金水の五行であるっていう考え方に集約されるかと思います。ありがとうございます。あと、こちらのわがまま養生くん、コミック、漫画が入っていてすごく読みやすいなというふうに思ったんですけれども、ま、ご存知ない皆様に少しかいつまで説明しますと、江戸時代の貝原越見さんが令和時代にタイムスリップして主人公のひろこさんにいろいろアドバイスをするというストーリーになっています。江戸時代の知識人というとなんだか気難しそうなイメージなんですけれども、わがまま養生くんの貝原越見はなんだかコミカルな感じがしています。うん、そうですね。確かにコミック上ではまあ少しこうデフォルメしていますけども、まあ、実際の越見も私の中でこう調べれば調べるほどお酒も好きだし、美味しいものも大好きだし、温泉好きで、旅行好きで、こう、羽目を外して、後悔することもすごいあったんじゃないかなって、こう、お茶目な面がすごいこう、感じられる部分が非常にあります。なので、そういうこう、越見が若い時代からずっと経験してきた反省と経験から、まあ、養生訓っていうのは書かれているのではないかな、というふうにこう、推測しています。で、江戸時代っていうのは、すでに、現代と似てるような感じで、こう、食べ過ぎとか、夜更かしとかが庶民の間では多かったようで、かなりもう今の現代人でもね、参考になるかと思います。で、例えば、江戸肥満という言葉があるんですけれども、まあ、江戸時代、食生活がかなりこう変化してきたみたいで、1日こう2食、もともと2食だったのが、1日こう3食になっていきました。で、多い人では、朝、昼、夕、夜、の4食食べていたりしたそうです。で、江戸などの都市に住む人はもう白米をたくさん食べていたっていうことで、脚気というビタミン不足の病気になったり、あとは砂糖もかなりこう国内生産が盛んになって、和菓子とかの文化も盛んになってきた時期なんですね。はい。なので、江戸時代っていうのは、こう、まあ、あまりにこう肉を食べずに、こう、根菜類ばっかり食べてたんじゃないかなって思う方もいるかもしれませんけども、実は肉もかなり食べてたようで、越見もまずは米を中心に肉を少し食べなさいと何度も繰り返し書物では語っています。で、江戸時代は料亭の番付もあったそうで、まあ現代でいう食べログのようなものなんでしょうかね。はい、庶民には食の楽しみをこう見出した。だから越見もやっぱり食べ過ぎちゃダメだよ、食べてすぐ寝ちゃダメだよ、というような日々の生活の警告とかも、まあ、いっぱいいっぱいこう書いてるような内容になってます。養生訓って言います。貝原越見の書いた養生訓って非常にこう素敵な内容が結構ありまして、まあ、朝から寝るまでの過ごし方ですとか、まあ、ストレッチ的な運動とか、まあ、お医者さんの選び方、まあ、温泉の選び方、気持ちの、まあ、持ちようなんかも短い言葉でかなり細かく書かれていて、まあ、昔の人の興味関心と現代人のそれというのはあまり変わらないなという気がします。で、本の作り方としても現代人の健康ハウツー本にかなり通じるものがあるんじゃないかなと思って、まあ、妙に感動するんですよね。ありがとうございます。なんだか300年前の江戸時代と現代にこう共通するものがあるなんてすごく面白いなと思いました。しかもなんか江戸時代の人がなんかそんな
食べ過ぎ注意とか、お砂糖大好きとかっていうのに、なんだかこう、なんでしょうね、身近な感じがしました。今日は素敵なお話をありがとうございます。さて、明日はですね、現代人の年代別お悩みを中心に、漢方の視点から養生法を教えていただきたいと思います。本日は鈴木先生、水原さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組では、編集者や著者が本作りの裏側や最新のビジネス情報など、リスナーの皆さんにとって役立つ情報をお届けします。ぜひフォローしてくださいね。また次回もお楽しみに。フォレスト出版チャンネル、知恵の木を植えるラジオをお聞きいただきましてありがとうございます。音声プラットフォームボイシーでは、平日毎日新しい放送を公開しています。ぜひ、ボイシーのフォレスト出版チャンネル、知恵の木を植えるラジオをチェックしてください。